今日は8月じゃない、9月の29日日曜日、今午後11時です。今ガイガーカウンターの組み立てをやってます。これもだいぶ1、2ヶ月前かな、買ってたんですけど、そのままになってたんですよね。というのは、ハンダ付けがちょっと ちゃんとできなくてですね。素人だから、ハンダ、後手はハンダを溶かすものと思い込んでるもんで。で、今、これに行ってるんですよ。佐賀県 IoT 技術研究会。この前2回目があったんですけど、そこでハンダ付けの実習もあって、ちょっと慣れたんで、慣れてから作ろうかなと思ってですね、これ。はい。今、抵抗を刺してます。抵抗がちょっと今、カラーコードで どれがどれっていうのをちょっと分けてですね、今、これにつけて、はい、こんな感じですね。飛び出さないようにちょっと、あれ、テープで固定して、はい、そういうことでちょっとやってまーす。この IoT 技術研究会は、県の方でやってるんですよね。佐賀県スマート化推進センターかな。そういうところで。佐賀県工業技術センターの内にある。はい。で、この前2回目だったんですけど、今度3回目は Wi-Fi 通信の方をやります。で、最後にはデータ。管理してデータ可視化までということで、はい。まあ、これが私のロボット作成への第一歩になります。はい、実際に動き始めたですね。はい、ということで、まあ、こっちのガイガーカウンターの方は、旧ソ連の、ガイガー、GM 缶ですね。をやって、まあ、それなりに精度がいいんじゃないかということと、今のが屋内だけで測定してるんで、ちょっと屋外のアルファ線、ベータ線もちょっと測りたいなということで、これを買いました。1万円してないんですよね。キットだから。はい。まあそういうことでやってますということでちょっと撮影してみました。まずはこういう小物からつけていってですね、もうハンダ付けはもう明日やろうかなと思ってますけど、小物一応取り付けてしまってですね。はい、そういうことでまあいろいろやってますということで、撮影しました。撮影はこのくらいにしておきます。今日は10月1日、今午前4時10分過ぎです。はい。昨日、組み立てた、ある程度ですね。これをちょっとハンダ付けしようと思ってます。はい。一応ハンダ、これあるんですけど、ちょっと精密用のをもう一段細いやつ、0.8 ミリの買ってきました。100円ショップで。これはそんなに間隔、まあ、この辺は間隔狭いけど、この辺は狭くないから大丈夫ですけど、つけすぎると、隣まで行くことがあるんですよね。ちょっとこの前の、IT、IoT 技術研究会の、そこでは、あら、まあ、ちょっと消した。そういうことで、ちょっと失敗したりもしたんで、で、前、ハンダ付けも前、やろうと思ってやってたこともあるんですけど、どうもつかなかったのはなぜかというと、先入観で間違ってたわけですね、考え方が。まずは、相手と、ここを温めると、それから、ハンダをつけるから、ハンダをつけるところ、温まろうか、あんた。よっしゃ。
にしてしばらく温めると。はい、こんな感じですね。ん？ついたかな、また。まだついてないね、あんまり。ついた。フラックスがつきすぎかな。ハンダ、あれ、用のも持ってるんですけど、いや、あるはずなんですけど、ちょっと、わからない。ちっと20ワットは弱すぎか？だから弱すぎかい、弱すぎかい。30ワットじゃなかったらダメかな。ましたね。さっきのちょっと、こっちのちょっと、あまりも少なかったけど、今度はちょっと多すぎだったな。で、まあ、こんな感じでちょっとやっていきます。まだ熱がちゃんと届いてなかったかな。よいしょ、おい。細いやつを使うのがちょっとあんまり慣れてないんで、はい、こんな感じでちょっとやっていこうと思ってます。終わったらまた撮影しようかなと思ってます。ハンダ付け終わりましたけど、まだ慣れてないんで、ちょっと溶岩ドームみたいになったりとか、そういうのが結構多いですね。量が多かったりとか。映ってるかな。まあ、こんな感じでいいんですよね、こんな感じ。こんなのはあんまり良くないと。こんな感じですね。だから、まあ、2割から3割はちゃんとできてるけど、他のはちょっと良くなかったですね、これ。まだまだなかなか慣れてないんで。はい。こういうのも、習熟が大切です。はい。まだ、ちょっと量が多かったりとか。ちょっとこれがあんまりやりにくいんで、これに変えたんですけど、やっぱりこれだったら量の調整がちょっと難しいみたいですね。やっぱりこっちでしたがいいですね。はい。ちょっと今度は後の部品を乗せて、続きの作業をやります。はい。5時になりましたので、そろそろ終了します。気候の時間です。あ、これがまだかな。あ、これがあんまり良くなかったな。3番目ちょっと今 IC ソケットをつないだんですよね。ハンダ付けしたんですけど、はい、また見てみると、手前のこれとこれがあんまり少なすぎるみたいですね。ちょっとここは間隔は狭いんで、これでやりました。隣とショートしたらダメなんで。でも、その2つがあまりにもちょっとハンダは少ないようだけど、まあ、ついてるのはついてるからいいか。はあ、ここから見るとすぐわかるんですよね。少ないっていうのは。
ハンダは入ってるからいい、これにするか。はい、そういうことで、とりあえずもう今日の作業はここまでです。今日は10月2日、今午前4時45分ぐらいです。今日もやってます。ここまでできました。ちょっと部品が増えてるでしょ。これが係数管を取り付ける金具ですね。で、少し慣れてきたんで上手になってきました。わかります？この辺今日やったやつです。この辺の溶岩ドームみたいなのとだいぶ違うでしょう。やっぱり少し慣れが必要なんですね、これ。もう少しで出来上がりますね。こんな感じでやってます。このガイガー係数管はソ連時代の軍関係用らしいんで、まあ、それなりに性能が出るんじゃないかなと思ってますけど、ちょっと組み立ててみて測ってみなければ分かりませんけど、今持ってる放射線測定器と一緒に測って、ちょっとどれくらい誤差があるかとか、そういう違いをちょっと調べたいんですよね、まずは。その後はちょっと外で、ベータ線とかアルファ線も含めた放射線がどのくらいあるのかと、そういうのも調べたいんで、ちょっと作ってます。そういう状況です。今日は10月2日、今午後8時半ぐらいです。ガイガーカウンターキットの作成が終了しました。こんな感じですね。まあ台所でやってます。 向こうの方は親父たちがちょっともうテレビを見てるんで。これはケースなしなんで、ケースをどうするかもちょっと考える必要があるんですけど、電池がこれなんですね。 006P という9ボルトの電池を買ってきてつなぐ必要があるんです。それで、一応動作確認をする必要があるんですけど、一応、この辺はハンダの付きが結構多かったり少なかったりしてるけど、まあ大丈夫だろう。まあハンダ付けもだいぶ慣れてきました。 こんな感じですね。最後の辺、この辺も結構揃ってるでしょ。こんな感じになったらダメなんです。こんな感じ。まあ、このガイガー係数管も軍事用ということで、どのくらいの能力があるのか、その辺のところもちょっとはっきり分かりませんけど、ちゃんとできてたら、今ある放射線測定器とこれと一緒に調べてみて、まあ誤差っていうか、機器によってやっぱ少しずつ違うんですよね。違うはずですもんね。ちょっと分かりませんけど、今持ってるのは係数管が結構30センチぐらいで大きいから、あれは学術用みたいな感じなんですよね。研究用。だからあれで調べたのが大体普通。本来の CPM、カウントパーミニッツですね。分管に
あそこの中を通る放射線の数が、で、大体のあれを決めてあるはずなんですけど、だからこんなに小さいとその換算する必要があるんじゃないかなと思うんですけど、その辺のところがこの中のプログラムでどうなってるか、その辺のところはちょっとよく分かりませんので、はい、まあそういうことで一応できましたので、電池を買ってきて、あとは動作確認ですね。はい、そういうことで、一応今日は酒飲んで寝るんじゃなくてこういうことやってます。はい、もう酒飲んで寝てたらできることがちょっともう時間がないんで酒飲む時間をちょっと減らす必要がありそうですね、今から。はい、そういうことで、撮影は終わります。まあ動作確認はまた撮影するかもしれません。はい、今日は10月まだ3日か、今午後11時半です。 A006P の電池ですね、持ってきて今試運転をやってます。もう15分、20分前ぐらいからやってんのかな。この CPM 表示が結構数秒ごとに変わるんですよね。だから内部のプログラムがどうなってるのかちょっとあれなんですけど、だいたい CPM っていうのはカウントパーミニッツだから1分間のトータルなんですよね。それが数秒ごとに変わるということは、数秒おきに1分間前のを出してるのか、その辺のところちょっと数秒ごとを1分間で換算してるのかよくわかりません。で、今見てたら CPM がだいたい20から30ぐらいまで動いてますね。で、マイクロシーベルトが 0.120 から 0.150前後ぐらいまで動いてますね。もう今は CPM も17、16まで下がりましたけど、はい、結構変動があるんですよね、これ。で、平均するとそのくらいかの感じですね。だから、まあ、通常は2回で測ってますけど、その隣で測ってみて、どんな感じになるのかっていう。今までは CPM 表示だけで判断してたんで、ちょっと分かりかねますけど、この係数感があまりにも小さいんで、やっぱり今使ってる浜松フォトニクス社の係数感とだいぶ違うんで、その普通のそういう係数感に換算してる換算はしてないみたいなんですね、このプログラム自体が、はい、この CPM 表示がだいぶ違うんで。マイクロシーベルトはそれから通常のあれに換算してるみたいな感じですけど、はい、まあとりあえずこんな感じでちゃんと動いてはいます33、34CPM、35CPM まで上がったでしょ。はい。36まで上がったか。0.218まで上がったんですね、マイクロシーベルトは。まあ、2階と1階の違いもあるだろうし。CPM では比較はできないですね。マイクロシーベルトで判断するしかないみたいですね。これトータルの方は
この電池をつないでからのトータル、ここを通った放射線の数です。だからこれリセットすればゼロになります。はい、そういうことで、まあこんな感じで正常に動いてますっていうことだけで、もうこのくらいで終わりにしておきます。